上田育夫です。田んぼが発端と畑いうか、まああれが発端、自然薯、それから里芋、それからさつまいも、あとマクワウリ、マクワウリ、じゃがいも、そういうところが今面積的には多い方です。農業を始めたきっかけは家が農家だもんで帰ってきて仕事も他の、まあ、農業は儲からんしね。でもう するつもりなかったんです。だけどまあ他の仕事をしとったんだけど、まあ土地は いっぱいあるし、やっぱり何ぞ作りたいなと。同じ作るならまあ農薬使わないのもので家族が安心して食べられるものを作りたいなという思いで、いやほんじゃ百姓地と続いてみようかということで、並行して仕事と並行してやりだした。鶏雇っての養鶏家の人には悪いんだけど、やっぱり抗生物質が相当使ってあるから、そういう卵を自分でも食べたくないから、自分が食べる分だけはもうそういったもののないものを食べたいと思って自分で食べるために作ってる、かかってるんですね。まあやっぱり一番は裏側がね、ネオが突っかけてちょっと降りてガタッと取ってすぐ料理できると、そのためにまあ 裏へ野菜作ってるから、まあそこがまあ起きたらあそこをこう眺めてみて、そろそろ手入れせなきゃいけんなとかな、あそこがまあ好き言えば好きよね。今まで通り要は農薬と化学肥料を使わない農業、まあ今まではまあEM とか愛媛愛とかいろいろ微生物なんかを使ってやってたんで、まあよそからある程度持ってきてやってたんだけど、まあできることならその中でのもので作っていきたいと、持ち込まない持ち出さないと、少しずつそれに近づこうかなと思って。